ネイトくんさんだ。おとなしくいい子。ちっちゃお前。お前ちっちゃいな。まあ、中くらいの元気ということで。いやいや、今のに関しては木が小さいだろ。まひろ先輩が乗ってくるんだ。ああ、同じ感じで声されたんだ。これは真似した方がいいのかな。いや、めっちゃ特大のやつ出しとこう。でもここは私が支配したっていう。よし、もうこれでもう、これでもうダメだろじゃないわ。あ、そっちには乗るんだ。てか3人もいるじゃん。すげえ人気ゲームだ。え、これ永遠と続くじゃん。無限ループって怖くね？大丈夫？怖いよ無限ループは。あめっちゃ、あなんかこれ無限ループ、ま負けました。負けとこ、一旦負けとこ、一旦ね、一旦負けとこ。やっぱ戦略的撤退ってあるから、言葉として。あー負けてる、かわいそうに。弱いねー、口ほどにもない。また怒られる。やばい、ここでまた師弟関係が生まれるのか。先輩風吹きすぎて警報出そうですって書いておく。あだす。よし。先輩風ってさ、いいのか。先輩風って、まあいいか。ちょっと煽り返してる説ある。後輩側からあんま言わねえよな。そうだよな。ちょっと煽り返してるかもしれないな。え、なんで煽ってないじゃん、今のは。先輩風めっちゃ吹いてる。かっけーってことじゃん。後輩風も吹きすぎてビュービューやけどな、今んとこ。挨拶いいかな、こんばんはは。私配信外でやってる時に一回こんばんはしちゃったし、ポンとねえと面白い会話っていうか挨拶バトルしちゃったんだけど、配信外なんだよなと思いながら挨拶バトルしたんですけど、ということでね。